さあ、それでは続きをやっていきましょう。ではでは、組み立てをやっていこうと思うんですけれど、組み立てながらですね、デカールを貼らないといけないところがあったりとか、まあちょっとごちゃごちゃやっていきますけれど、とりあえず頑張ってやっていこうかな。頑張るほどのもんじゃねえだろうっつってね、言われそうですが、よいしょ。まあ、おっと画面がちょっと近すぎる。デカールをね、貼るところがここの辺からちまちまと出てくるんでね、貼りながらの、組み立てながらの、やりながらのっていう感じかな。よし、エンジンのこれか。あ、これ閉まったな。貼ってからくっつけないと結構めんどくさい箇所だったな。もうちょっとカメラ上にするか。この辺、これ以上上に行くと汚い部屋と鍋さんの寝巻きが見えてしまう。寝巻き、部屋着、寝巻き、部屋着、部屋着と寝巻きは違うよね。で、セッターも用意しながら、あとでもまあこんな剥がれてくるのを待ってる間に他のパーツが取り付けれてしまうので、ちょっと机の絵が汚ねえな。完成間近になると部屋って汚れるよね。まあね、完成間近じゃなくても鍋さんの部屋は汚いけどね。ちょっとこれ邪魔だな。よいしょ。ホイスをこう見てのこう向きにつけるよと。こうか。なるほど。流し込み。隙間を開けて流し込んであげないと。ゲット。こんなんでいいでしょう。こうボコボコしてるからさ、エンジンだから、このボコボコしたところに流れ込んでって塗装が浮いてきちゃうっていうことがあるから気をつけないとね。で、この辺はつけてあるよと。いう感じかな。OK、OK。で、デカール浮いてきたかな。よく振ってね。もちろんね、まだボディが乾いてないんだ。で、こう向きに見てのこういう向きでつけるよって感じか。皆さんはここのパーツは先につけるのはやめましょう。めんどくさいことになります。よし、もちろんこの狭いところは入らないからね、まあ、このまま自然乾燥でやっていきましょう。 OK、 次で、ここからまたこのパイプはもうつけた。このキットもパーツももうつけてある。で、
こを見てこのパーツもつけてるパイピングが始まりますね。まあでもあれだね、タミヤのバイクっていうか、まあこういったものはだいたいもうパイピング指示があるから楽だね。どこにつけるかわからんっていう風にならない。いつも思うんだけど、このテープだけはちょっとやめてほしいなと思うね。たまにあの古くなったりすると粘着が残ったりとかするんだよね。こうやってね、新しいうちはそうね大丈夫だけど、古くなってセロハンテープが劣化してきたりするとね、結構具合悪くなったりするから、これマスキングテープとかにしてほしいな。本当はコストの問題でなんかあんのかな。やべえな、体が熱いな、なんか眠いのかな。ご飯食べたばっかで、今日はココイチに行ってきた。やっぱココイチのカレーうまいんだよな。やべえ、バッテリーの電池がねえじゃん。大丈夫かな。すみません、ちょっとあのカメラから外れてるところでパイプを切ってて、机の上が汚すぎて。うわ、すげえやべえ。やっぱダメだこのニッパー。すげえ今隙間があるのが見えた。ガタがちょっとひどすぎる。ああ、たっけえ金出してくれ。で、なんかいつまでも言ってるね。すみませんね。なんか希望を持っていつまでも使っちゃってるんだ。60mm の長い方を手前側の穴に入れますよ。ここか。え、すっげえゆるゆるなんだけど。ゆるゆるっていうことはこれ接着剤でくっついたりするのかな。流し込み一回入れてみようか。プラの方が溶けてちょっとこう食いつきが良くなってくれれば一番いいんだけど、どうなんだろう。え、すげえ、くっついたんだけど。つくんだ。なんか絶対つかないと思ってた。で、B も60、長さ。これも、ここにつけるよと。で、ついでにちょっと流し込んでおこう。どうもくっつくっていうことが分かったんでね。でもう一本 C55 長さが、これもここに入れた、ここのパイプの中に入れると。パイプをこうきれいに入れるなんかいい方法があるといいんだけどね。ピンセットでつまんで入れようと思うとさ、このパイプが縮んじゃったりして、縮んじゃったっていうかへこんじゃったりしてさ、結構良くないことが多いからね。指でスッと入るならいいんだけど、たまに硬い時とかねあったり、まあ自分の塗装が悪くてさ、あの入れにくくなっちゃったりとかね、塗膜が。んで、あ、まだ切るのかな。まだ55センチ、55mm だ。長いな。ついにあれだよ、そのね、ご飯食べ行く前にスーパーに行ったらいちごが置いてあったね。いちごが、いちごの季節になったわ。
なんだ。まあでもこれでまたイチゴ狩りの季節も始まるな。いいな。なべさん、イチゴ狩りは年に3回ぐらいは行くんで。イチゴ大好き。これを ここにつける。なんか変わった感じだな。内側かい。つけづらい。浮いてくるな。危ないな。ちょっと乾くまでちゃんとこうやって持ってるか。くっつくまで。で、今のホースをつないだやつをまた反対側に。これをこう向きの、ここか。よっホースが邪魔で入りづらい。いや、マジでホースが邪魔。マジでつけずれ。OK じゃないな。接着もしにくいな。このパーツが別々っていうのは、これ多分右だからブレーキかだと思うけど、珍しいな、こういうパーツの構造になってるのは。OKOK、よし。でもこれはこれなんで終わりなんだ。しょうがない。よし、ということでリアダンパーの音パーツですな。なんか時間的にそれでやったら終わりそうだな。リアダンパーのパーツはこれか。これ2、この真ん中のこのシャフトをね入れて、ここにつけて、ある程度組み立てたあのパーツ、あった。これをこう向きで入れるんだけど、ここにこれはディテールアップパーツの方だね。これ
そのまんまの従来のパーツのままだとこれがついてるんだよね、この黒いバネが。だけどあの別売のねディテールアップパーツを買っておけばこの中の黄色いバネが使えますよ。これね、でこれで終わり。で、これをこいつにつけるわけだ。付属されてるこれを使うか、楽だから。ドライバーをね。で、付属されているネジを使うよ。で、このネジをそのまま使っちゃうと。パーツをなくしそうなので、こうやって入れ物に入れてね、転がってても大丈夫なように。っていうか、転がらないようにだね。で、ここで12の6のビスを使う。12の6、これかな。いや、もっと長い。これだな。うん。これを使ってこれをこう向きに見てここの中に入れる。え、入らない。向きが違うからこうだ。いいのかこれ。でこれをここに入れておくと。こんな感じか。こんな感じ。かっこいいね。でもこれはネジ止めないんだ。ここでは止めないっていう感じなのかな。でエンジンを乗せますよと。今時間どんなもん、うん、まだ大丈夫。エンジンのでこのホースはまあこのままやっちゃってもいいにしても、この2本は表に出すように入れる。でどこで止めるんだ。こうか。何か間違ってる気がしてしょうがない。でもこうだよな。でこれがもうちょっと上に来てこうか。分かった、できた。この時にそのパイピングしたパイプが変な風に曲がって入ってしまわないかが気になるところだな。分かった。こんな感じか。これは本当にこのままでいいのか。絵的には OK になってるからいいのか。
いや、違うな。これをこっち側にこう通すんだ。画像的には説明書のね感じだと OK で、これでビスを締めて OK。 なるほど。まだあのね、金属パーツ、ディテールアップパーツは社外パーツのやつをつけていかないといけないので、その辺はまた次回って感じかな。まずは組めるところまで組んでって感じか。OK。あんまりガンガンに締める必要はないんでね。円に力いっぱい締めて破損させてしまう方が結構きついかな。よし、OK。でもちろん裏側もやるよと。やはりもう椅子がギシ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 言うようになったな。まあ自分が重たいっていうのもあるけど、使用頻度が一番高い椅子だからな。使用時間、使用頻度は。まあそろそろ次の椅子も考えんとかんな。ただでさえ調子悪いし。ね、ほら、グイ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 。でもなんかプラモデルでこういうさ、なんかネジ止めとかって結構なんかテンション上がるんだけど、自分だけかな。あれ？穴がよく見えない。ここか。あたり。よし、OK。まあ今日はこの辺にしとこうかな。どうでしょう。やっぱここにこうね、黄色の差し色が入るとかっこいいね。まあね、つってもただエンジン乗っけただけなんでね、なんとも言えないですけど、まあここから徐々にね進んでいくに対してすごいメカメカしくなってかっこよくなってくるんじゃないかな。よし、じゃあ今日はこの辺にさせてもらって、どんどん組んでいこうと思います。では一旦カメラ止めさせてもらいます。